ミキマスミキミキマスミキモーミキモースミキマスミキマス TikTok に載せてるのでぜひ見せてくださいジャンボーリミッキーのお姉さんが好きすぎて写真集買ったどういうこと写真集とかあるんですかジャンボーリミッキーのあのお姉さんのでも ゆあささんにさちょっと似てないでですすかあののハーフツインの方ですよね私が見た映像はハーフツインの方だったんですけど「浮気してる最悪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 ジャンボーリジャンボーリ」ーリ「夢の国だからって浮気は許されないですよ」レ「レレイちゃんの写真集も買うよ」だって出てないのでまだ <laughs> え「もしさ私がグラビアします」とかやったらどうします <laughs> どん <laughs> 引きじゃないさすがにいきなりさ「恥ずかしい」みたいななんかあの事務所移籍したじゃないですかそこの事務所先の方が「グラビアとか興味ありますか?」って言われてググググ,グラビアと思って <laughs> え特にさ興味っていうか「やったことないからよくわかんないでーす」って言ってでもいきなりめっちゃ「もうほぼ裸みたいな服装は嫌です」って言った <laughs> でもさー「やだ!」「恥ずかしい!」みたいなキャ 思っ,てって言いましたこういう感じで言いましたえー、ささっとメイクさんだイエーイグラビアしますってなったらメイクしに行きたいと思いますえぜひ私のメイクしてくださいよ藤園レイファースト写真集鹿児島 <laughs> でもなんか文字的にありそうだね藤園レイファースト写真集とかやばすぎ私売れなくてもいいから AKB っていうか人生で一回若いうちに写真集出したいんですよねもう売れなくていいです 自分で出します。<laughs> 売れなくていいから自分で勝手に作ろうかな。公式とかじゃなくて。<laughs> 写真集って多分ねあの、売れる見込みがある方がさ、こうやられるじゃないですか。私とか多分売れてもさ、もうめっちゃ自分で買っても多分100万円とかしか売れないと思うんですよ。今やっても。皆さん、もし私が出すってなったら1人50枚ずつぐらい。自費出版しようかな。デジタル写真集ならかな。確かにデジタル写真集ならさ、800円とかで売ろうかな。どう思います ささすがに冊ぐらい売れ売れれたいいよね普通に売れそういや私が思ったのは現役女子高生とかの方が売れそうですよねって話してました事務所の方が。例えばもう高校生が終わるから現役大学生とか今は現役高校生が強いと思うけどもしそういうのするんだったら現役大学生とかそういうの子が強くて普通の一般の方とかの手にも当たるかなって言ってたから思う確かに。